ドルフ7チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。高沢奈々江です。吉川入江です。前回に引き続きキャメルゴルフリゾートに来ています。今日は残り3ホール入江ちゃんとの勝負なんですけど、今は後半私の方が4打リードしてます。前半と合わせると7打やばということなので、このまま私は逃げ切りたいなと思いますさあ、この7番ホールは、130ヤードのパー3です。はい、まだねちょっと風が上げてるのでね、それも考慮して頑張りたいと思います。はい、頑張るぞ。おう、ナイスショ。いい当たり、いい当たり。お、ナイス。乗ったじゃない？乗った。でもいい当たりしたからオーバーしちゃってるかな。いや、うん、大丈夫かな。うん、大丈夫大丈夫。いけた？うん、いけてる。やった。お、おっと。いい感じ。ん？どこ行った？どこ行った？どこ行った？お、ナイス。お、いい感じ。オッケー、イエーイ。にゃ、弱いか、弱いかな。もうちょっと、あとちょっと。あー、だよね。はい。ボギー。ナイスー、ナイスパー。いや、300バーじゃない？ナイスパーすごい、勝った。有言実行してる。みんな、最初は見ないでほしいかも。そうだね最初の途中から見てくれれば。いや、最初見てほしいな、私は最初見てほしいな続いて8番ホール、474ヤードのパー5です。パー5。なんかここも結構傾斜が強めで面白そうなコースだね。楽しそう。アンジュレーションがアンジュレーションもりもりなコースになっております。もりもりなコースですね。あ、なんかちょっとね、当たり悪い。いや、でもいいドローボールでしたよ。オッケー、うん、ナイス。ちょっとね、思いっきり振ろうとしたらね、うん、ちょっと気持ちが前のめり前のめりだった。でもパー5ってなんかさ、飛ばしたいからさ、そう気合が入っちゃうんだよね。いやー、左だけどキック、キック、下？キックしたと思ういや、キックしないことないよね、多分あれね、多分落ちてきてると思う。多分落ちてきてると思う。ナイショー。また左戻ってきて。キック。オッケーオッケー、落ちてきた。オッケー。うん、ナイス。オッケーオッケー。ナイショー。いい感じ。いい感じ。ナイショー。いけ、あ、またグラスバンカー。ナイショー。キック巻いたよ。え、全然大丈夫。大丈夫？うん。行っちゃった。オッケー。オッケー、オッケー。トラブルショット続き。トラブル。お、オッケー。ナイス。ナイス。あ、止まって。あ、止まった。危ない。よかった。止まって。オッケー。
下りだから転がると思ったんだけど。そうだよね。お、うまいうまいうまい。いやでもそっちか。やっぱねこっちめっちゃ上がるよね。ねねねねね。うまい。ナイスナイスボギーナイスボギー。公開処刑やってらんねえぞ酒持ってこい酒ちょっと今日お酒飲んでないからね。そうだそうそうそう水拳使ってないからアウトの9番ホール最終ホールになりました。最終ホールは309ヤードのパー4です。さあ最後だよ、ゆりちゃん。最後だこの公開処刑が放映されてしまう最後ね気持ちよく最後気持ちよく終わりたいと思います、はい、コースもねまっすぐだし卵産んだグリーンが見えるからね、うん、うまくいけば2オンできるんじゃない。うん、ね、頑張りましょう。頑張ります。じゃあ最後あ明日につながるドライバー。明日につながるドライバーうん、ちょっと低い。でも大丈夫大丈夫ナイスフェアウェイ。 OK OK OK。微妙微妙でも真ん中だから。まあ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 、うん、OK OK OK。 おー右キックしていいね。 OK 気持ちいいやつ。いい当たりでした。あ出せた。惜しい。やだ大丈夫。戻って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 きて打っちゃった。うん、いけ。ああちょっと手前押し。でも乗った乗ったかな。オッケー。ギリ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 乗った。お転がれ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 、うん、ナイスオン。うん、うん、はい、いいんじゃない。はい、惜しい惜しい惜しい。ナイスボギーボギー。おおお惜しいナイスということでボギーです。ありがとうございました。はい、9ホール終わりました。お疲れ様でした。後半のスコアは、私は44かな、はいはい、ゆりえちゃんが51かな。はい、ということでトータル私は95、ゆりえちゃんが106、はい、ということで勝ちました調子乗ってすいませんでした。でも前半はね、ゆりえちゃんよくって後半から私がちょっと追い上げてきたという感じでしたね。次は負けないでもすごい面白いコースだったね。楽しかったです、うん、なんかこう初め傾斜にちょっと苦戦したんだけど、うんうんうん、あこれはすごいいい練習になるなって思いました、うん、特に私傾斜が苦手なのでこういうところでいっぱい練習すると、うんうんうん、どんどん上手くなるのかなって思いました。途中ね、グランピングとかもあってすごい楽しそうだったよね、うんうんうん、ね、メルヘンなね、うんうん、今度やりたいね、うん、やりたいです。グランピングもやりたいし、うん、あとあのインコースの方が、うん、ティーマークがこのキャメルのマスコットバーディーくんになってたのがすごい可愛かった。可愛かったね。お花もたくさんあって映え、うん、映えスポットたくさんですかね。確かにインスタ映えスポットがたくさんあったので、うん、女性の方ぜひ行ってみてください、うん、じゃあ次回リベンジということで。あ、そうだね、次回はバーベキュー、ま、バーベキューをかけたリベンジ戦。あ、いいですねいいね。じゃあ今日はこの後近くの、山水さんという旅館に泊まりたいと思います。温泉楽しみだね。この疲れた体を癒したいと思います、はい、温泉の方もぜひぜひ見てください